はい、皆さんこんにちは、ヤコです。여러분안녕하세요、ヤコ입니다。이번영상은타이틀에도있었지만일본기구블로그입니다。네、여기는좀침이많은데일본에있는제집이에요。먼저항상저의유튜브활동을응원해주시는분들정말감사합니다。여러분이없으면저는여기까지못왔습니다。네、정말감사합니다。오늘은브이로그를시작하기전에앞으로저의계획을얘기하도록하겠습니다。일단오학의유학은끝났습니다。그래서제가지금여기있고요。그리고아직자세하게말씀은못드리지만다음은8월쯤부터다시한국에서살려고계획중입니다。네、요즘댓글에야코일본가지마요이렇게말해주시는분들많은데요。저는한국에있어도일본에있어도변함없이야코예요。네、앞으로지금보다더열심히유튜브활동할테니까많은응원부탁드립니다。네、그리고앞으로영상인데요。아직한국에서찍은영상들이많이남아있기때문에이브이로그이후에는한국에서찍은영상과일본에서찍은영상의바란스를좀조절하면서올리려고합니다。네、제가일본에서본격적으로유튜브활동을하는게처음이라서지금좀콘텐츠를많이생각하고있어요。네、혹시여러분들이보고싶은콘텐츠있으시면댓글에남겨주세요。네、그리고이번일시기근은저의다음스테이지를준비하는기간으로저는생각하고있습니다。여러분제가이제한국에없다고해서슬퍼하지마세요。바로갈때니까요。네、그리고이제여행도비자만신청하면할수있게됐으니까요。네、앞으로더열심히할테니까앞으로의야코도잘부탁드립니다여러분。네、그럼브이로그스타트。はい。まあ、こんな感じでね、今日がね、このお家を退出する日となりました。まあ、後ろはね、すっごいもう全部片付けてね、もうあと家出るだけなんですけど、まあね、一人暮らし初めてのね、部屋ってね、すごいね、なんか、まあ、思い出深いというか、まあ、出ていくのがちょっとね、まあ、寂しいんですけど、まあ、出ていかないといけないということでね、はい。お見せしていいんですけど、もう6階のね、コヨピステルに住んでました。うん。めっちゃ部屋が綺麗でね、本当に。すごいお気に入りやったんですよ。うん。まぁ、ちょっとね、なんか全部荷物片付けて、こうやって見たら、あ、なんか、私が初めてこの家に来た時のことをちょっと思い出して、あ、なんかあれからもうそんなに時間経ったんやと思ってね、すっごい時間経つのが早いなってめっちゃ思います。まぁ、3ヶ月ほど。まあ、2ヶ月半かな。ちょっとね、日本で休憩したいと思います。まあ、またね、韓国には帰ってくるのでね。はい。まあ、一時帰国ということで。はい。まあ、一旦このお家とはね、おさらばです。まあ、このお家で撮る最後のね、まあ、動画になります、皆さん。はい。バイバイ、このお家。バイバイ、本当に。ありがとうございました、このお家、本当に。ありがとう。うん。How do you write about the loss of life?When you're lost for words, there is only hurt inside. How do you know when it's time to let go? When the memory. 今から空港に行きたいと思います。お世話になりました。はい。バイバイ。So goodbye, my friend. I'm sure we'll see each other again behind the light.도착했어요 근데인천공항에서자는게처음이라서 어디가야되나일단들어갈게요네무거워어떡해진짜무거워요 이거혼자는안되겠다아진짜무거워やることなくて寝てます寝てるっていうか座ってる
もうほんまずっとここにいる。もうちょっとしたらね、てかめっちゃお腹空いてるんやけど、コンビニあるからそこで買ってもっぱんしようと思います。まあけどね、今ちょっと人が多くてね、できなさそうなので、もうちょっとして帰ろうと思います。はい、お腹空いた、めっちゃ。이제짐을좀맡기려고요이게두시간전부터맡길수있나요모르겠어요근데사람이있으니까아마괜찮을것같은데좀이따가가려고요아졸려はい。まあね、今荷物預けてね、外出てきました。まあ、ここね、座った時になんかもう、なんか一気になんか、ああ、やりきったっていう気持ちがなんか出てきてね。うん。まあなんか、途中で帰るっていう形になったけど、まあなんか、自分なりに満足してしまったっていうか、うん。まあね、次のね、ステージに向けて、ちょっとね、準備期間ということで、一時帰国いたします。はい。まあね、もうほんま人それぞれやと思うから、うん。こうやって、語学堂やめて帰ってくるの、帰るのもなんか、うん、自分なりの選択、うん、まあ、それにね、なんて言うんやろ、自信っていうか、まあ自分を信じてね、はい。まあ、うん。頑張りたいと思います。지금외국인등록증제출했어요이제비자끝났어요아다시올때비자신청해야겠네요 좀이제한시간정도남았으니까좀배고파서좀먹고여기가루이비통앞이네요네전구경하고네비행기타려고요 드디어오랜만이네갑니다안녕한국아날씨좋다오늘 Before take off and landing. 여러분저이제비행기탔어요 네약간한국을떠나는게좀아쉽네요아쉬워요아쉽다보다는약간이감정이모르겠어요뭔지날씨좋고요제가맨날비행기탈때는제뒤쪽에앉아요좀무서워서요그리고이자리가좋아해서맨날타요이제저는일본에한번돌아갑니다 다음은일본에서만나요여러분めっちゃ暑いてか長い唾液の検査めっちゃしんどかったです初めてすぎて今まで花やったからねちょっともうね結果をねちょっと待ってはい待ちたいと思いますてか人めっちゃおるさん帰ってきました日本てかめっちゃ暑いやばい暑いってことね、久々のね2ヶ月半ぐらいねまあ日本で過ごしたいと思いますということで、帰国 Vlog ここで終わりでございます皆さん
まあ、いつもね見てくださってありがとうございます。またね次の動画でねお会いしましょう。アニャーバイバーイ。イエイ終わり。